どうもお疲れ様です。いただいたシートを添削させていただきます。まあ、一点ね、どうしてもこれはやってくださいっていうのが、ここなんですよ。あの、負けってありますよね、ここね。あの、負けた時に、原因を追求することなんですよ。もちろんね、テクニカルトレードですから、一定の確率で、正しいことをやっていても、ロスカットになってしまうことあるんですよね。でも、それですら原因にしないといけないんですよ。負けたからダメなんじゃなくて、 やり方は正しかったんだけども、でも今回はあ少ない確率で負ける方になってしまったっていうことでしたら、あのスキーム自体は合っていたってことになりますからね。それから見落としていた点があったというふうに、自己解説、うん自分なりに考察することが大事なんですよ、えー。例えばね、あの、ここの勝ちのフィップスが伸びてるところはいいですよね。 注目したのは、注目したいのはこの負けなんですけども、167ピープス負けてるわけでしょ、これはなんでなのかっていうことを、やっぱりこう書き出すところがあった方がいいですよね。で、書き出して、次回どうするっていうふうにまでつなげていくんですよ、これが、あの、ノウハウになっていきますからで、実際これを繰り返してると、テクニカルトレードに沿った回答に近くなっていくんですよね。で、ここもそうですよね。 あのまああの20ピップス前後っていうのは当然そのぐらいは出るのロスカットなんで問題ないんですけどもやっぱり40とかね100を超えたらちょっとこれはねあの異常値と捉えて相当なことがない限りはその100ピップス以上の負けっていうのはやっぱりね作るべきではないですよねまずはあのロスカット負けですねいわゆる負けのピップスを全部100以下に揃えるところを目標値にするそれができるようになったら50以下にするとかっていうふうに 負けのピップスを管理するよううにししていきましょ勝ち、まあの,の方は、ね、いくら伸びてもいいんですけどもやっぱりねいきなり100ピップス勝ちましたっていうのは多分ねその追撃のトレードとかがあの合わさらないとなかなかないんですよね、うんまあ、ですんでねあの負けの100を超してるやつを何とか減らすように、えー、近い将来の,みあのなんですか、ね、目標設定してもいいんじゃないかなと思いますこれねとにかくね原因と対策です それを書いていてきましょう原因で原因に対して私もね <laughs> 私もアドバイスできるんですよでこれだけだと結果だけなんで、えー、何が原因だと思いますかって私が聞いた時に答えれるようにもしくは聞かれる前にこれが原因だと思いますっていうふうに、えー、書いておくことプラスだからこういう対策をしますっていうふうにしていくことね で、私がどういう対策打ってるんですかって聞いた時でも、こういう対策打ってますっていう風に答えていただいたら、あ、それはいいよねとか、それはちょっと違うよねっていう風に、えー、さらに進んだアドバイスができると思いますんでね。よろしくお願いします。